さあ今回の DJ ポッキーのトークジャムはですねもう本当に僕プライベートもう食事いろいろとサポートを受けていますこの方の登場です自己紹介どうぞ鹿児島中央駅で 黒豚しゃぶしゃぶの八幡というしゃぶしゃぶ屋をやってます。おばたと言います。よろしくお願いします。お願いします。おばたさんです。よろしくお願いします。お願いしますおなんか初めてジャケット姿見ましたよ。はい、今日はかしこまりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、でも八幡はもうかなり有名なんですが、いやいやだってもう著名人がすごいですね。はい、あ。 ありがたく、いろんな方に来てもらってます。ね、鹿児島に来たら、はい、八番打ち上げ <laughs> みたいな。いや、も,うもったいないです。ねはい、まあ、いろいろと来られてますけども、誰が印象的ですか？あのー、うん、あの、やっぱり有名な方で言うと、えー、あの渡辺健さん、<ー>天海祐希さん、ははあのー、まあ、他にもたくさん方来られてるんですけど、まあ。 宮沢理恵さんも来られていますさんだけは私会ったことがなくて <laughs> あら残念でしたね <laughs> もうほんとすれ違いで、うん、あの私が店の入り口を上って上がろうとしたら、はい、ちょうど帰った方がいて広いハットかぶってる方がいて <laughs> あれこのこの方もしかしたらと思ったら、はい、やっぱり案の定宮沢理恵さんですれ違いであと 2秒でも早ければ、本当すれ違ってたんですけど、<laughs> 後ろ姿しか見てないという。<laughs> 残念でした。<laughs> はい、あと僕もいろんなアーティストの打ち上げでね、もありがとうございます。もう本当に、大黒牧さんもね、はい、そうだし、あと、布袋さんも行ったんですよね。はい布袋さんも今までに2回来てもらってます。うんね、ありがとうございます。あと、ガクトさんとか、はい、もういっぱいですよね。 とにかくねねそうです、ねうん、あのディズニーの,あの絵描きさんにも、はい、とかマイクサリーを作った人ですねおーおーその方もリキーさんっていう方なんですけど、えー、来ていただいてて <laughs> そのサインを頂い,いた時は、うん、そのサインに関して。 このサインは高価だよとよとく言われてます <laughs> いやそりゃそうでしょうね <laughs>、まあ、原画ってなるんですよね、うん、絵も描いてもらってますからなるほどだいたいああいう打ち上げはやっぱり3回になるんですか3回を貸し切って、えー、あの他のお客様が入らないようにして対応してますうん、うんはい、そうなんですよね8万はこ2回にまず上がるんですよねはい、はい、予約もなかなか取れずにねいやまあそれは ええ、金労とか、はい、あの週末前ぐらいな話で、うん、はい、はい、もう今ゆっくりやってますどういうところにこだわってるんですか料理とか鹿児島の郷土、うん、の,のものは生かしたいと思いつつ、はい、食,材食材も生かしたいと思いつつやっています、うん、僕は篤姫コース、はいはい、これが好きですね 初姫コースは、あの、私の店でもう12年間やり続けている和だしという、はい、大根おろしで巻いて食べる食べ方のものと、黒だし、あの、実はこれ、あの、オージャンで味を決めてて、は色は竹炭でデトックス効果のあるものを、<え>あの、使ってやってるんですけど、はい、ま、あの、オージャンだけだと、色が、 悪くて、うん、あ <laughs> なのでならとことん悪くしようと色を悪くしようということで <laughs>、はい、あの竹爪を入れて真っ黒にして、うん、黒出しということでやってその組み合わせの,あのコースで吉又亮さんが命名したと。<laughs> 吉又さんに「名前もらっていいですか?」直談判して、ええええ、そしたら亮さん マサって、お前、俺死んでねえぞって言われて、<laughs> 普通死んだ人の名前使うだろうと。いや、死んでないからいいんですって言って、<laughs> <laughs> あの、お願いして使わせてもらいました。ね<え> <laughs> あのコースは僕、おすすめでございますけれどもね。で、最近また新しい店舗も展開されて。はい。はい、こちらは、私、焼酎、実は結構好きで。ええ、あの、ですけど、仕事柄、実は、 いろんな仕事にも関わってるのでなるべく飲まないでいて、はい、まあやっぱり県外のお客さんにとか、うん、鹿児島の焼酎フリークの方に勧めたいということで「ええ、あの八と書いて「末広がり」という店をやらしてもらいました、はいね、えこれってあのストレートか水割りお湯割りしか飲めない、まあ、あと炭酸割り炭酸も、OK ですかはい、ロックももちろんなんですけど。はははええ もう焼酎しか今なくて、あのまあ、その焼酎のいろんな味があるので、それを味わってくださいという考えでやり始めました。じゃあ、もうビールとかもう置いてないとまああの飲み放題では、もうたあの焼酎のみなんですけど、単品で瓶ビ,ビールを飲む方がいたら、まあ、それは大丈夫です。あそうですただ、焼酎にこだわってる。 200種類飲み放題ですううわであのちょうど八万の通りになりますからね <laughs> はい同じ通りでやってます、はい、僕もよく行きますけど皆さんぜひここもね <laughs> はいチェックしてもらいたいと思いますということはまだ飲食業を始めて12年ということですか前もやってたんですか私ですね、はい、宮崎の,は<う>あのお通さんがはうはう鹿児島に来てて、ええ、やっててそのお通さん出身なんです 僕行ったことありますよね。あります。あります。もちろんあります。そこで出会ってるんですよね。出会ってます。ああ、あのお話をちょこちょことさせてもらってて。あ、おつうから。八い。八万た八万です。はい。ええ。あれは。なんでしたっけ料理はおつうは。おつうは雑炊屋。です雑炊屋だった。はい。で、宮崎にもあって。はい。で、飲んだ後に食べに行ってたんですよね。そうです。 はい、ねえあそれからなんですねはいではあ、はいはい、すいません私ポッキーさんのあのー、ピーズバーもはいあのー、まあ数回ですけど行かさしてもらってもう、はい、<laughs> 今はないんですけど本当に、はい、伝説のお店はいもう僕やってないんですけどね <laughs>、はい、まあだけど、あのー、僕はやっぱり小畑さんの印象というと、まあ、いろんな まあ政治からとにかくもう商工会からもう通り会から、うん、いろんなところで大活躍じゃないですか、yeah. はいえだから僕はそのイメージが大きくてですね、はい、今あの関連団体こんだけありますドンすごいですねもう専務理事されたり幹事されたりとかうん これはなぜですかまあ、誘われるからやらないといけないのかなっていうことから始まりました、うん。まあ、必要にされてるということですよね。私、必要にされたことがあんまりないような記憶しかないので、<laughs> 幼少の子供の子頃は <laughs> いやもう鹿児島県飲食業生活衛生同業組合の専務理事、はい、はい これどううい仕事内容ですかこちらはですね鹿児島県に450社あるんですけどこの450社の飲食業の方々を飲食業なりに過ごしやすく人をつなげたりとか仕事のしやすさをお伝えしたりとかあと政策金融公庫とがっちり組んでいる組合なので言えば 金利安く借りる手段が私にはあります。<laughs> <laughs> そうなんですね。はい、それは助かりますよね。は,い、はい。まあ、そういういろんな方のサポートをされてるということで、はい、あとはやっぱり最近では、あの、今の鹿児島県知事、塩田知事をかなり応援されて、はい、そうですね。ね私、飲食業組合で応援したわけではないんですけど、うん、はいはい。 あのー、毎度誘ったら塩田さん来てくれます。はあ<ー>実は先日塩、はい、田知事もあの来ていただいてですねはい、はい、もう大変お世話になってますねえ<ー> <laughs> だけど本当に塩田知事になって、はい、やっぱ鹿児島もどん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 やっぱ変わってきてると思うんですが、はい、もう自分が応援した方がやっぱ知事になってねえ、うん、いろんな夢や希望も膨らみましたねそうですね。 うんあのー、私、しょっちゅう LINE してるので、はい、<laughs> あと、会ってるので、ええあのー、まあ、しおとさんってこんなしたらいいんじゃないですかみたいな感じで軽く喋ってしまってて、ええ、まあ今考えるといけないことなのかもしれないですけど <laughs> いやいやいやまあそういう、ね、気軽に話し相手というか、はい、あと、先日のなんか花火大会も桜島と芸術花火、はい、これ1回目を。 あのー、私アドバイザーとして関わりましたねえ、はい、それがたまたまその知事が来てらっしゃってつなげたんでしょ実行委員会の皆さんを、はい、あのー、実行委員会の皆さんも当日、あのー、うちの店ので宴会されてまして、はい、で塩田知事もうちの店に、あのー、こそっと来てたので、うんあのー、大変お世話になった方々が来てるということで。 塩田さんってご挨拶に行きましょうとはいはい <laughs> 知事をご挨拶に連れていったらはいはいその方々がうわ一番会いたかった方々だっていうことで <laughs> あのすごく喜んでもらってであの私気が付けば「アドバイザー」という名刺をもらってました <laughs> <laughs> で。で大成功だったんですよねアナハ大会も。はい もう本当一1万人の方が来ていただいてて本当、えー、ありがとうございます大成功でしたねだからやっぱり大橋さんはいろんな人をつなげるはいなんか役割をはいね<え>楽しいですー <laughs> あと塩田知事となんかランチ会とかもされてるんですよねいろんな方とそうなんですあの今ちょっとあのなかなか開催はしてないんですけど、はいえー、今できないですかねなかなかできなくてはい 20組ぐらいですかね、えー、2030ぐらい翔太さんにお連れして、はい、それであの顔つなぎというか翔太、うん、さんのファンの方々をさらに、はい、あのファンになってもらえるように連れていくことができて、うん、ランチで一緒に少、まあ、人数でご飯食べたりとかそうやって過ごしてあのまあさんの まあ、ランチの時間だとしたら休憩時間ですね、うんうん、ランチタイム、そこを活用させてもらって、一緒に過ごししたりしています、ねまあ、それも塩田知事も、やはり県民の皆さんの生のいろんな声を聞きたいというところで、されてるんですよね特殊な方というかあの、やっぱり専門的な、うんあの、しっかりとこれはお伝えしたいということを持っている方々をなるべく連れていくようにしています。ええ だからねやっぱり同じ目線でしっかり県民の皆さんと向き合って、はい、対話を大事にしてる知事なんですよね。そうですね、えー、本当にね僕もフェイスブックつながってるんですけど、うん、メッセージ来ましたもんね <laughs> 知事から直々に。結構あのよく見ている方なんです。ね<ー>、はい、すごい方だ。あとまあ知事もそうですけどもいろんなイベント。 とかもされてて、はい、まあ僕も司会とかでお世話になったことがあるんですが鹿児島中駅周辺のズンバイ祭りとかですね,、はい、ね,ねああいうやっぱりイベントに関わるとめちゃくちゃ時間とか取られると思うんですが、まあ、店の営業もあるしそういうバランスはどうやってるんですか実は78年前はあの1日が2十 7,8時間あると思い込んで過ごしてました。<laughs> で、睡眠時間を3,4時間に削って<え>あの、店の仕事をして、はい、終わったらあの、そちら側の書類作りとか、ランドリーをして、<え>34時とかにあのメールを送ったりとかしてたんですけど、うん、まあ、まあ、メールだからいいかと思って <laughs> あの、その時間のメールでもどんどん送ったりしながら、<え> もう町おこしに関わる仕事をしてました、うん、ねえだけど本当にまあ時間足りないと思うんですよはいいろんなことも考えなきゃいけないじゃないですか店のことも考えないイベントも成功させなきゃいけないねえ知事も応援しなきゃいけないとか、うん、なんかその情熱ねどっからきてんのかなと思っていやもう本当単純な話で、うん あのー、なるべくしてなる方がいると思うんですけど、うんえー、いろんな立場もですねいろんな頑張りもですねかなったらいい方、うんうん、その方々を応援できてありがとうって言ってもらえることが、あのー、本当幸せだなというか楽しいとと思うことですねえ、まあ、働くことっていうのは確かに目の前の人がね喜んでもらうこと。はい つまり働くことイコール人が喜ぶことだと思うんですが、はい、もうだから仕事以外にも人が喜ぶことをいっぱいされてるのでそれがなんかねおばたさんって何なんだろうと思って、はい、いやーだって僕一回覚えてるのはねプライベートの話ですけど「ポッキーさん誕生日ですよね」つって「欲しいもの買いに行きましょう」つって。 連れて行かれてすいませんで靴屋さんに行って<ー>で靴買ってもらったんですよ僕,<り>僕がこれ欲しいって言ったら「あじゃあこれ買いましょう」っつって「いえいえすいませんも今も履いてますよはいありがとうございますすいません」えっていや あのその時にはもう、うん、もうそんなことしか思いつかなくて本当申し訳ありません <laughs> いやいやねであの、まあ、この番組出ましたのはぽんちゃんとかもねはいすごいサポートされてますもんね、うん、はいもうぽんちゃんは先ほど話した、うん、なるべくしてなる方、うんうん、もう頑張りが叶ったら本当にいい方だと思ってるので、うんはい、あのまあ自分の まあ、例えば自分の身内だとしたら、はい、子供だとかしたら、ええ、まあ、まあ、こんなことして当然だよなとか思うことですでもそのほかもいっぱいいるじゃないですかまあそうですねいろんな方<ー>関わってもらってだけどこれはですねお互い様だと思ってますもちろん僕も支えてもらってますし支える支え合い支え合いですね、うん はい、でもそれを決める瞬間ってなんですかじゃあもう日大ちゃんを演賞とかはい、ね、例えばあのーまあ、その人の情熱とか、うん、その周りの方の情熱とか、うん、あのー、あといい子かってことです <laughs> <laughs> えいい子の判断はどういうところですかもう僕判断ですね <laughs> 本当に、あのー なんか、あの、元がやんちゃ棒でも、うん、あの。まあ、今が、まあ、うん、悪くなければいいんじゃないかとかいうところもありますし。うん、やっぱ、あの、ひたすら頑張っている人。あの、僕ががむしゃらに頑張って、今の状態があるので。うん、がむしゃらに頑張っている方、大好きですね。ああ、いい言葉ですよね。はい、がむしゃら。がむしゃら。はい。 まっすぐねっにはあじゃあ結構素直な方がいいんだそうですねもう僕単純なのでもうピュアなピュアなはいだからもう心で動くそうですねタイプなんですねそうですねそっちの方がですね計算じゃないですねでもそれが一番ですよねあのまあちょっと先ほどの知事の話で言うと知事選の時に 私ががむしゃらに応援していておばあの周りの人から言われた結構多くの言葉が「おばたくん」って「あんたヨガヨだったら支えてるよ」と「<laughs> あのそこまでする人いないよ」と「<laughs> もう昭和だったらあんた危なかったよ」とか言われてます <laughs> 言われましたそれぐらいに、はい、がむしゃらに、はい、そうなんですね。 まあだけどおばさんは 4U の方ですよね本当と 4Me じゃないですもんね自分のためにじゃないですもんね <laughs> もうあなたが笑顔になるために一生懸命やりますっていうありがとうございますいやだけどやっぱりそういう意味ではあの「八幡」で働いてるスタッフとか「はい、末広がりで働いてる皆さんとかやっぱりいいですもんねね、うん、しっかりと、ね、後ろ姿ね 見られてますよ。いや、もうそうであってもらえたら幸いです。はい、だから、おばさんいなくてもピシッとしてますから、それは <laughs> ね。今後の夢とか何かありますか。今後の夢は。はい、まあ、正直、今の継続だと思ってます。うんうんはい、なるほど。まあ、多くも望まないですし、うん、いいものも欲しいとも思わないですし。はい、とにかく、今の現状を守れたら。うん あのー、まあ自然とですねうん、うん、やらないといけないことは増えてしまうので、うん、なのでとにかく今の現状を守ろうと思ってます、うん、そうですよね、はい、なんかあのご縁があるものって自然に来ますもんねまたね、はい。そうなんですで生まれるんですよね。まあ、ただやっぱり1人では何もできないんですが、はい、やっぱりいろんな分野で活躍してる方がつながることによって新しいものが生まれるじゃないですか。はい なんかそういう役割が大きいので、おばあさんは、うん、この人とこの人をつなげてっていう、はい、ね、あの私ですね一人と一人のあの。 があの足されて2になるというのは当然なんですけど一、うんはい、人と一人の掛け合わせは無限大だとかあ<ー>あの大きい丸になるとかうん、うん、あのまあ許せだ11になるとかもうあのやっぱりそういう人と人とこう、うん、あの合わせることで、うん、もう大きな力になる。 ことがよくわかっているので、うん、どんどん人をつなげたいと思ってます。ですよね。やっぱ人生の財産って、人との絆とかご縁ですもんね。はい。ねえ。はい。もうそ。そうか、そっから生まれるものは二じゃないんだ。無限大なんだ。<laughs> 無限大。はい。まあ、確かそうですよね。はい。 そうなってますもんねあの私がよくあの1人と1人で「11になるじゃないですか」とか言ってたら「<laughs> 11なの?」って「ちっちゃいね」って言われた時もあったので <laughs> 無限大てううようにしてます、はい、それがいいかもしれませんね。わ、はい、かりました。じゃあこれからもいろんな人を、はいはい、笑顔にしていただきたいと思いますけども。 ここちらことですありがとうございます <laughs> でも嬉しい今日 YouTube でこうやって話ができて <laughs>、はい、<laughs> いつもね僕は裏方だから裏方だからっつって表に出ていただけないので裏方なのにすちゃんと来てきました皆さんぜひあのね、えー、鹿児島中央駅の郵便局の前ですよね八幡ねはい、はい、郵便局の前ですでその並びに新しい小酎バーの末広がりも、うんはい、ありますんではい <laughs> ぜひ飲んでいただきたいと思いますはいじゃあ最後になんかメッセージがあればお願いしたい,いんですがはいあの鹿児島の食材は最高です <laughs> <laughs> ということで今日のゲストは八幡のオーナーの小畑さんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございます